マンスリー県政ニュースワイド特集では、和歌山県の豊かな自然の魅力を発信しようというスマホで楽しめる謎解きゲームを紹介。また県内に移住する人を増やすための県の取り組みについてゲストを迎えてお伝えします。マンスリー県政ニュースワイド、県政の動きと県政の重要なポイントを分かりやすくお伝えします。こんばんは、笠野恵美です。では早速、この1ヶ月の県政の動きを短くまとめてご覧いただきましょう。県内の民生委員、児童委員や社会福祉施設の職員などを長年務めた個人や団体を称える今年度の県社会福祉功労者の表彰式が3日、和歌山市の県民文化会館で行われ、個人142人と8団体の代表者に、県社会福祉協議会の会長を務める三坂知事から感謝状や表彰状が贈られました。三坂知事は、地域福祉の推進により一層の理解と協力をお願いしますと受賞者を称え、社会福祉事業従事功労者として知事感謝状を受賞した美浜町の西川富夫さんが、支えていただいた皆様の期待に添えるよう今後もより一層の努力を重ねますとさらなる決意を示しました。6日、県庁正面玄関前で県ごみの散乱防止強化月間の出発式が行われ、県の環境監視員をはじめ県警や海上保安庁、一般社団法人県産業資源循環協会など関係者が出席しました。県ではおととし10月に県ごみの散乱防止に関する条例が全面施行され、去年から10月を県ごみの散乱防止強化月間と定め、ごみの散乱をしない、させない、許さないをスローガンに、県内各地で環境監視員の巡回強化などの不法投棄防止や啓発活動の取り組みを強化しています。特殊詐欺の被害を未然に防ごうと、11日大手の家電販売会社5社と県警が連携して広報啓発活動などを進めるための共同宣言が行われ、赤城県警の高須博之生活安全部長が各社の強みを生かした支援をと協力を求め、出席者の代表で上信電機の稲庭香るエリアマネージャーが、県内で多発する特殊詐欺の被害を防止するための取り組みを積極的に実施していくとする共同宣言を読み上げました。県警では特殊詐欺被害防止対策に、犯人からの電話に出ない、電話を切るなどを推奨していて、番号を登録していない相手からの電話にはランプが赤く光って警告するなどの防犯機能付き電話の普及促進や、特殊詐欺被害の撲滅に向けた広報啓発活動に連携強化を進めたい考えです。白浜町の南紀白浜空港に隣接する展望広場に建設が進められていたビジネス拠点オフィスクラウド9が完成し、11日、三坂知事や施設を運営する企業の関係者らがテープカットをして開業を祝いました。施設は木造平屋建て、延べ床面積およそ1000平方メートル、企業が入居するレンタルオフィス7室と時間単位で貸し出されるシェアスペースなどがあり、およそ4億2000万円をかけて整備されました。ワーケーションや IT 企業の誘致を目指すもので、今月1日からすでに IT 企業2社が入居しています。県が生産量日本一を誇る柿について子どもたちに知ってもらおうという出前講座が今月各地の小学校で行われました。13日には和歌山市立久住東小学校で行われ、3年生50人余りが和歌山海藻地域で栽培されている柿の種類や、県の柿の生産量が日本一であること、柿には食物繊維やビタミン C が多く含まれていることなどを教わりました。
また授業では柿の食べ比べ体験も行われ、児童たちは美味しそうに頬張っていました。県内事業者の販売力の向上を目的に商談を進める際のポイントなどを学ぶ商談力スキルアップセミナーが20日和歌山市の県民文化会館で開かれ、およそ40人が参加しました。今後の開催が予定されている各種商談会に向け県が企画したもので、講師には食品バイヤーで千葉県の株式会社ごみ商店の代表取締役寺谷健二さんが招かれました。寺谷さんは交渉の際のポイントとして試食用のサンプルを用意することや商品の販売実績データを活用することなどを説明したほか、流通の仕組みやマーケティングの基礎知識、経営力の大切さなども紹介し、参加者は貴重なアドバイスに耳を傾けながら熱心にメモを取るなどしていました。さあ、続いてはマンスリーピックアップです。南海トラフ地震などの大規模災害に備え、消防や警察、自衛隊など関係機関が連携した防災訓練が1日県庁や県消防学校などで行われた話題です。この訓練は近い将来の発生が予想されている南海トラフ地震などの大規模災害に備え、迅速な初動対応と災害対応力の強化を目的に行われました。訓練は県南方沖を震源としたマグニチュード 9.1 の地震が発生し、県内全域に被害が出ているとの想定で進められ、このうち和歌山市加田の県消防学校では、消防や警察、自衛隊などおよそ70人が参加して救出・救助訓練が行われました。会場には地震や津波で発生した住宅の倒壊、土砂崩れ、車の水没などの災害状況が再現され、参加者が事前に想定を知らされないブラインド形式で訓練に臨みました。参加者らは現場に設置した指揮本部に被災状況などを報告したほか、取り残された人の救助・救出活動に連携して取り組みました。和歌山市消防局の北野康彦警防課長は、消防は普段市町村単位で動いているため意思疎通を取りにくい部分もあったが、他の機関と合同で訓練をする機会は貴重で、今後実際の災害現場などで活かしていきたいと話していました。有事に備えたこうした訓練は私たちにとっても本当に心強いですよね。さあ、続いては特集です。県政の今ここが大事です。新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受けた観光業への支援対策の一つとして、今月11日から旅行代金の一部が割り引かれる国の取り組みが始まりました。和歌山県を訪れる人が増えることが期待される中、海や川、山といった和歌山の豊かな自然の魅力を全国に発信し体験してもらおうということで、県ではスマホを使う新しいゲームの配信を始めたんですね。私も体験してきました。由良町にある道の駅白崎海洋公園にやってきました。白い岩が並ぶこの風景は日本のエーゲ海と言われ、人気の観光スポットの一つになっています。県観光振興課の松山さんにこのゲームについて解説してもらいます。今日楽しませていただく和歌山謎解きアドベンチャー、はい、このゲームの概要を教えていただけますか。はい、この LINE リアル謎解きゲーム和歌山謎解きアドベンチャーというのが、はい、和歌山の自然を生かしたアクティビティの魅力を発信するゲームとなっております。で、全部で6問和歌山に関する謎が出題されるんですけども、はい、このゲームのやっぱ一つの大きな目的っていうのが、はい、和歌山県に実際に来てもらって楽しんでいただきたいって思いがありました、はい、なので1問目から4問目までっていうのは LINE 上で楽しめる謎解きゲームになっておりまして、残り5問目と6問目が実際に和歌山に来ていただいて現地でちょっとキーワードを見てもらって謎を解いていただくゲームになっております。
で4問目までクリアすると和歌山県の自然を満喫できるアクティビティ の, 割引クーポンっていうのをゲットできまして、はい、その割引クーポンを使ってですね、はい、実際和歌山でアクティビティを楽しんでもらうために和歌山に来てもらいつつですね、残り5問目と6問目っていうのは現地に来てキーワードを見て謎解きを解いていただきたいなっていうふうに思っております、はい、で解いていただいたらですね、最後抽選なんですけども、すごい豪華商品をゲットできまして、はい、なのでですね、せっかくなので一番最後まで和歌山に来てもらって最終問題まで解いていただけたら嬉しいなと思っております。 LINE のゲームに早速挑戦したいと思います。まずは和歌山謎解きっていうふうにインターネットで検索していただいてもよろしいですか。はい、和歌山謎解きの特設サイトっていうものを作っておりまして、はい、こちらの画面から謎解きの、LINE アカウントに友達登録をしていただくことでこのゲームを楽しむことができます。はい、LINE の友達登録をすると和歌山観光 PR シンボルキャラクター若パンからメッセージが送られてきます。はじめが若パンのインフォメーションとか出てきまして、はいはい、説明に沿ってこのトーク画面で文字を入力していただくことでこの謎解きゲームを進めていくことができます。若パンが伝説の果実を探しに行くのに、どっかに行ってしまったと、はい、でそれを探し出すために謎を解いていって、はい、若パンを見つけ出そうっていうストーリーとなってます。次に出てきたのがトレッキングで探索と入力してみようということですね。押していただいたらまた次のストーリーが出てきます。若パンがそのトレッキングでよく訪れているところで、そこに若パンを探しに来たっていうようなストーリーになってます。あ、最初に小佐川町の名峰岳の森山、世界遺産熊野古道、大門坂を訪れた。ここは若パンがいつも体がリラックスできて元気が出るとトレッキングによく訪れていたところ、もしかしたら若パンを見つけることができるかもということなんですね。トレッキングを実際している、はい、和歌山の魅力あふれる映像を見ることができますので、はい、ご覧になっていただければと思います。映像は若パンを探している人が岳の森山や大門坂をトレッキングしている様子で、映像の最後に次の指示が出てきます。指示に従って文字を入力すると一つ目の謎が出てきて、ヒントが必要な場合はヒントを教えてくれます。そのヒントも和歌山に関するクイズになっています。また LINE の4つの謎を解く前に、先ほどの山でのトレッキングの動画のように川、海、空でのアクティビティを紹介する動画が流れ、和歌山県の豊かな自然が紹介されます。いや、なかなかこれハードル高い問題ですけれども、はい、これ解きながら和歌山のことがすごくわかるし、難しいのがやりがいがあるって感じしますね。4つの謎を解いて LINE のゲームをクリアすると、次はもう一つのリアルなゲームに参加できるようになります。リアルなゲームでは2つの謎が用意されています。1つ目の謎を解くキーワードは和歌山県内の道の駅11箇所に掲示されています。道の駅白崎海洋公園にもそのキーワードがあります。和歌山謎解きアドベンチャー、リアルなゲームの第1問をクリアするキーワード、こちらでゲットいたしました。この謎を解いた後、2問目のキーワードを探しに行きましょう。湯浅町の須原海岸にやってきました。2問目のキーワードを探す前に、こちらで先ほど LINE ゲームをクリアしてゲットしました割引クーポンを使いまして、海のアクティビティシーカヤックに挑戦したいと思います。シーカヤックツアーの企画運営などアウトドアサービスを提供するアイランドストリーム代表平田さんの指導でシーカヤック体験です。シーカヤックをはじめとしたアクティビティの参加は和歌山遊びという特設サイトから予約できます。海のアクティビティではこういったシーカヤックのほか、人気が高まっているスタンドアップパドル、サップやダイビングなどを体験することができます。さらに川のアクティビティではカヌーやキャニオニング、空のアクティビティではパラグライダーなどのスカイスポーツ、山のアクティビティでは熊野古道トレッキングや高野山のガイド同伴ツアーなど、そして
農業体験やフルーツ狩りなどのアクティビティも用意されています。このゲームに参加する人が増えることでどんなことが期待できますか？はい、この LINE リアル謎解きゲームに参加していただくことで、まずはですね、 LINE 上でこの和歌山県の自然を体験できるような、ここ諏訪海岸のシーカヤックのようなですね、アクティビティの魅力っていうのがたくさん知ることができますので、はい、ぜひまずは LINE 上で和歌山県の自然のアクティビティの魅力っていうのを知ってもらえたらなっていうふうに思います。またその後現地にも来ていただいて、実際にその和歌山県の自然の魅力に触れていただいて、でそういった自然の魅力を知っていただいた方がもう一度ですね、和歌山県に来てもらって、リピーターになってもらえたら嬉しいなというふうに思っております。そうですね、また県民の皆さんにとっても再発見ってあるんじゃないでしょうか？そうですね、県民の皆様についてもこの和歌山県の豊かな自然、美しさとかそういう魅力っていうのを再発見してもらえて、改めて和歌山県っていうのはすごくいいところだなっていうふうに知ってもらえるようなゲームになれば嬉しいなっていうふうに思っております。そうです、ぜひ一人でも多くの方に参加してもらえたら嬉しいです。和歌山市内への帰り道、湯浅御坊道路吉備湯浅サービスエリアに立ち寄りました。リアルなゲームの最後の謎に挑戦するためのキーワードは、高速道路のサービスエリアやアミューズメント施設など県内と大阪府南部の16カ所に掲示されています。吉備湯浅サービスエリアはその一つです。最後のキーワードを見つけました。これを入力しますと、ワカパンが探していた伝説の果実の謎がわかるかもしれないということです。このゲームは来年の1月31日まで配信されています。そしてシーカヤックを指導してくれていた平田さんなんですが、カヌーで日本一周をした経験がおありで、全国いろんな海岸と比べても湯浅町の諏訪海岸がシーカヤックに最適だというふうにおっしゃっていました。私も今回和歌山市からあんなに近場に海のアクティビティを楽しめる海岸があるなんて大発見をした気分でした。さあ、それでは2つ目の特集に参りましょう。新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、首都圏をはじめ都市部から地方に移り住むという傾向がクローズアップされています。和歌山県では以前から U ターンや I ターンなど県外からの移住を促進する取り組みを進めています。さらに今年6月には移住したいという人のサポートを一層強化する新しい取り組みを始めました。今日は県移住定住推進課の古川さんにその取り組みなどについてお話を伺います。古川さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、和歌山県移住定住推進課の古川隆二と申します。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。まずは和歌山県の移住促進に関する取り組みの最近の動きから教えてください。はい、これまで県外からの移住希望者の相談を和歌山定住サポートセンターで和歌山県では受け付けていました。この6月1日に移住相談、現地案内、空き家相談の窓口を統合しまして、暮らしと住まいと仕事、これをワンストップで相談できる和歌山移住定住支援センターを立ち上げました。移住希望者の住まい探しをもっと便利にするために、和歌山住まいポータルサイトも6月1日に開設したところです。移住したいと言いましても、仕事や住まいをどうするかということがネックになって踏み切れないという方も多いんじゃないでしょうか？そうですね、令和2年度に和歌山定住サポートセンターで受け付けた相談のうち、住まいに関するものが 22% と、はい、とても多いんです。で、移住先の地域の情報を知りたいという相談ももちろん多いんですけども、住まいの問題は移住希望者の大きな関心事の一つでして、対策として市町村や県宅建協会の民間不動産事業者と連携しまして、移住者の受け入れのために空き家の活用にも取り組んでいるところです。8月にこの番組で空き家対策を取り上げたんですけれども、その際にも県内の空き家の数がどんどん増えているというお話をいただいたんですよね。はい、皆さんの自宅の周りにも空き家がたくさんあるんじゃないでしょうか？はい、今全国的に空き家が増えておりまして、大きな問題となっているんです。国では5年ごとに空き家の調査を実施しておりまして、平成30年には前回の調査よりも空き家の数が増加して約850万戸、和歌山県は9万8000戸となって過去最高を記録しています。中でも和歌山県の空き家率は 20.3% で全国でもワースト2位になっているんです。
なるほど。そうした空き家を活用する取り組みについてはご紹介いただけますか。はい、増加する空き家を地域の資産として活用していくために、はい、県の移住定住推進課では和歌山空き家バンクを運営しています。はい、空き家の所有者から申し込みを受け付けた情報を登録して移住希望する方に空き家の情報を提供するサービスになります。はい、平成27年から運用を開始しておりまして、これまで約700件の登録を県内でもいただいております。でまた空き家バンクの利用ニーズというのも非常に高まっておりまして、はい、空き家の利用希望者というものが対前年比で約3倍と大きく伸びております。これは主に大阪とか関西在住者からの方なんですけども、毎日のように県にも問い合わせが入っております。はい、で県では増加する空き家の活用、移住者の住まい支援のためにですね、県内の空き家の持ちの方の皆様にぜひご協力をお願いしたいと考えております。なるほど、結構人気が高まっているんですね。そうなんです。では私たちはまず何から始めればいいでしょうか。はい、空き家バンクに登録といいましても、すぐに売買とか賃貸するのが難しい方も、はい、たくさんいらっしゃるかと思います。ですので、まず空き家をどうするか相談してほしいなと思っております。はい、でお持ちの空き家について考えてもらおうということで、実家と空き家の問題というオレンジ色の返信はがき付きのリーフレットを市町村の空き家相談窓口で配布しております。はい、付属の返信はがきに相談したい見たいことを記載いただいて、県移住定住推進課へ送付していただく、それをお願いしたいと思います。はい、対象はですね、すでに空き家になっている家だけではなくて、現在お住まいでも将来の利活用に向けて相談しておきたい方、幅広く受け付けております。流れを申し上げます。所有者の方はですね、はい、実家と空き家の相談リーフレットを返信はがきに必要事項を記載して、県へ送付いただきます。で県から、相談者の方へ、連絡をして空き家の詳細や意向を確認します。次に協力関係にある空き家の専門家と対応を調整します。最後に相談者の方へ連絡をしまして、空き家の専門家や市町村の空き家バンクの担当者をご紹介させていただきます。このリーフレットをきっかけに家族で空き家について考えてもいただきたいなと思っております。すでに配布済みの地域もありまして、大変反響をいただいております。例えばはがきで空き家相談したことをきっかけにしまして、市町村のサポートを受けながら空き家バンクに登録いただいて、すぐに空き家の売買につながったケースなんかもあるんです。そうでしたか。登録された空き家はどんなふうに活用されるんですか。はい、例えばですね、移住希望者の方の住まいとして利用されます。はい、その際に空き家にはですね、仏壇とか家具とかまだ荷物が残っているっていう場合もあると思います。はい、それらを片付けるための補助金、を用意してますし、例えばそのまま住めないようなちょっと傷んだ部分っていうのを修理するような改修の費用を県も補助しております。はい、で今年度からは空き家の売買とか賃貸の時に実施する既存住宅状況調査の補助金も用意しております。これは空き家を安心して取引できるように空き家の状態を専門家が点検するものです。このように空き家バンクを利用して空き家を売買賃貸する方の支援も充実しておりますので、ぜひ皆様にご活用いただきたいと思います。はい、条件についてはですね、詳しくはホームページでもご紹介してますので、ぜひご確認いただけたらと思います。先ほどご紹介がありました和歌山住まいポータルサイトでは、そういった補助金などの情報も確認できますか。はい、住まいポータルサイトでは県の補助金のほかですね、市町村の空き家の補助金なども紹介しております。でこのほかにも、物件情報も充実させておりまして、空き家バンク物件以外にもですね、民間の空き家取引の協力事業者の不動産物件なんかも紹介しておりますし、またオンラインでの機能強化にも取り組んでおりまして、空き家の問い合わせに関してはスマートフォンから便利に市町村の担当者へ問い合わせするようなことも可能となっております。また対面で相談できる機会があると8月の番組でもお伝えいたしましたが、はい、県内各地でですね、空き家何でも相談会を開催しております。はい、宅建取引士ですとか証書士などの専門家が、相談対応しておりまして、例えば建物や土地の売却、賃貸として活用する場合の手続きとか相続の権利関係の相談などに対応しております。
将来空き家になることを踏まえて事前に整理しておくことについてもぜひ相談いただきたいと思っております。はい、では最後に県民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、昨今コロナ禍で地方移住への関心がとても高まっております。何もなくて不便と言われるような地方ですけれども、豊かな自然とか地域の歴史、食文化、何より温かい付き合いがあるのが地方だと思います。で、特に和歌山を希望される方っていうのは温かいところがいいということで希望される方大変多いんですけれども、気温だけではなくて人が温かいっていうのが和歌山の魅力かと思います。はい、私はですね、この魅力を発信していくことっていうのを移住者の希望者の方に紹介をして重要な役割を担わせていただいているなと思っております。皆様もですね、地域の元気を維持できるように、空き家の掘り起こし、空き家の相談なんかにもぜひいただいてご協力をいただきたいと思っております。実家と空き家の問題のリーフレットの返信はがきの送付、こちらお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして最近新しく YouTube 動画も作られたんですよね。そうです、先日ですね、移住公式ムービーを動画の方で作成して公開しておりますので、和歌山ライフで検索して、はい、ぜひ皆様もご覧いただけたらと思います。はい、ということで和歌山県に移り住みたいという方がますます増えることを期待しております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは最後にもう一つマンスリーピックアップです。弘法大師空海ご誕生1250年を来年に控えます高野山で、22日恒例の世界遺産高野熊の夢舞台コンサートが開かれたという話題です。世界遺産高野熊の夢舞台コンサートは、世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道に登録されている地域を舞台にコンサートを開き、地域の魅力を全国に発信しようと県が平成22年から続けていて、今年からオンラインによるライブ配信も行いました。今回は高野山が舞台となり、およそ600人の観客を前に三坂知事がコンサートを通して高野山の持つ精神性と素晴らしさ、和歌山の魅力を世界に発信したいと挨拶しました。また高野町の平野義也町長がウィズコロナ、ポストコロナを見据えた観光客の受け入れを十分に考え、県全体の観光に貢献したいと述べました。この後、橋本市出身の尺八奏者辻本よしみさんが、およそ1200年前に高野山を開き、人々の幸せを祈り続ける弘法大師空海への思いを表現したオリジナル曲祈りの道を含む8曲を演奏しました。祈りの道では高野山高等学校の生徒が称名を唱えるといったサプライズの場面もありました。またコンサートに先立ち、ウクレレ奏者のリナリナさんと高野町立高野山小学校の児童によるコーラスや、私にとっての高野山とその魅力をテーマに、総本山金剛峯寺の矢部方言高野山執務公室長と辻元さんによるトークセッションなどが行われ、観客を楽しませました。素晴らしいコンサートでしたね。さあ、マンスリー県政ニュースワイド、次回の放送は11月25日金曜日になります。ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で失礼します。